12回目を迎える今大会には招待選手や市民ランナーなどおよそ6800人が出場しました。ハーフマラソンの部で日本人で期待がかかったのが鎧坂哲也選手と古賀清選手。序盤は先頭グループでレースを作っていきます。その後一歩飛び出したのがケニアのアモス・クルガト選手。そのままレース中盤からリードを広げていき1時間20秒で男子の部で優勝をしました。女子の部は同じくケニアのオマレ・ドルフィン・ニャボケ選手が1時間8分18秒で大会連覇を達成しました。